AKB48 から始まった多くの人数が在籍するアイドルグループでは、どうしても女子の集まりということもあり、不仲説が噂されることがよくあります。乃木坂46も例外ではなく、これまで様々なメンバーの不仲説が噂されていました。どうも友達がいなかったので不仲な人もいなかった、底辺取りです。今回は実は不仲だったと噂されている乃木坂メンバーについて紹介していきます。西野七瀬、秋元真夏。まず最初に紹介するのは、乃木坂の中でも特に有名な西野七瀬さんと秋元真夏さんによる不仲説です。西野さんと秋元さんは共に乃木坂461期生のオーディションに合格したものの、秋元さんは通っていた高校が芸能活動禁止だったことや、両親からも大学へ通うことを条件にアイドル活動を認められていたため、オーディション合格後すぐに活動を休止し学業に専念していました。その間3枚のシングルを出していた中で、西野さんは全ての選抜入りを果たし、3枚目の走れバイスキルでは初となる七福神入りを果たしていました。しかし2人が不仲になってしまう原因となる事件が、2012年10月8日放送の乃木坂ってどこで行われた4枚目のシングル制服のマネキンでの選抜発表で起こってしまいます。西野さんは4作連続での選抜入りを果たしたものの、2作連続での福神入りを果たすことができませんでした。そんな中で番組見学に訪れていた秋元さんの名前が選抜発表で呼ばれ、いきなり福神入りで活動再開という特例の待遇を受けることになったのです。ここで西野さんはいきなり帰ってきた秋元さんに福神の座を奪われたことをなかなか受け入れることができず、秋元さんとの間にわだかまりが生まれてしまいました。さすがにこれは僕も衝撃を受けましたし、西野さん推しだった場合、秋元さんのことをどうしても恨んでしまう形になってしまいますよね。実際2012年10月に秋元さんが活動を再開してから、西野さんは1年以上にわたり同じグループで毎日のように活動しながらもほぼ会話を交わすことがなかったそうです。しかし2人の関係性に変化が訪れたのは2014年2月22日横浜アリーナで行われた乃木坂46のセカンドイヤーバースデーライブでのある出来事でした。このライブ中、2012年後半の出来事を振り返るシーンで、西野さんはナレーションで秋元さんが副人として電撃復帰したことで素直に接することができなかったと当時の心境を公の場で初めて明かしました。そしてナレーションの最後に西野さんは、あの時は言えなかった言葉でこの曲を始めます、真夏おかえり、一緒に頑張ろうとサプライズで秋元さんに対してのセリフが流れたのです。これには舞台裏で見ていた秋元さんは号泣してしまい、それを見ていた西野さんも涙を流し、西野さんから秋元さんに抱きついていきました。何度見てもこの場面は泣いてしまうほど乃木坂の歴史において大きな出来事だったと思います。こうして2人は不仲から解消され、秋元さんをいじる西野さんの姿がこれまで何度も見られてきました。お互いに人気メンバーで乃木坂の顔として活躍していただけに、不仲のまま時間が経過していたらと思うとゾッとしますが、早めに仲直りができて本当に良かったなと思います。北野日向子2期生。次に紹介するのは、乃木坂46の歴史において不遇と言われている2期生の中でも人気メンバーとして知られていた北野日向子さんです。そんな北野さんは2016年12月5日に放送された乃木ビンゴ7の中でメンバーに対してごめんなさいを伝えるという企画がありました。この企画で北野さんは毎年3月下旬に2期生全員で行っている2期生会という集まりの3周年目に欠席していたそうですが、欠席理由をめんどくさかったからとまさかの理由を暴露していました。北野さんの言葉を聞いた他の2期生は顔を曇らせて、バラエティの企画ではあるものの本当に不快に感じているメンバーがいてもおかしくない告白でした。いくらテレビとはいえ純粋にメンバーの仲が悪くなってしまうようなことまで言う必要があるのかなって思ってしまいますよね。その後北野さんは2017年の夏頃から体調不良でしばらく活動を休止することとなり、他のメンバーとの関係性が悪化したことも活動休止の理由なのではないかと噂されていました。それでも2018年の夏に活動に復帰した北野さんは2期生と絆を深めていき、2022年3月に卒業コンサートを行い、持ち前の明るさでファンに元気を与える存在として活躍し、卒業後も芸能活動を続けています。北野さんの無邪気な性格はファンから見ていると可愛らしく思える部分でしたが、一緒に活動するメンバーからすると少し面倒だと思っていたのかもしれませんね。堀未央奈1期生。続いて紹介するのは、堀未央奈さんと1期生による不仲説です。堀未央奈さんといえば2013年3月に乃木坂の2期生オーディションに合格すると、しばらく他の2期生メンバーと研究生として活動していました。しかし半年後に堀さんは乃木坂46の7枚目となるシングルバレッタの選抜発表において突然センターに抜擢され、正規メンバーに昇格したことが発表されたのです。堀さんがセンターとして名前を呼ばれた瞬間、1期生のメンバーたちはかなり不満そうな表情を浮かべていました。乃木坂46の歴史にとって衝撃的だった堀さんのセンター抜擢でしたが、1期生の中心メンバーだった橋本七
まみさんは選抜発表の後にブログ更新し、発表された瞬間は正直受け入れられませんでした。ミオナオではなく大人の判断を。収録が終わった後みんなで泣きました。まだ握手会の日に控室でしか顔を合わさない何の経験もない2期生がセンター。こんなこと言える立場じゃないのは分かってるけど、何を基準で抜擢されたのか全く私たちには不明確で悔しかった。というように堀さんへ対する不満ではなく運営に対する不満を赤裸々に語っていましたが、こんなこと書かれてしまったら堀さんにとっては間違いなく気まずくなってしまいますよね。他にも1期生の河村真宏さんは、サプライズ発表って嬉しい報告をするもんじゃないのかなって思いました。選抜から外れたメンバーの推しの方もいっぱいいるのにと正直な気持ちを明かしていました。衝撃的なスタートによりいきなり1期生との溝が生まれてしまった堀さんですが、皆さんはこの突然のセンター抜擢についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。3期生、次に紹介するのは現在乃木坂46を支えている3期生の不仲説についてです。乃木坂をこれまで支えてきた1期生が全員卒業し、2期生も鈴木彩音さんのみとなってしまった中で、山下美月さん、梅澤美波さん、久保しおりさんなどこれからの乃木坂を支えていくメンバーが揃っている3期生ですが、加入当初はあまり全員が仲良しというわけではなかったようです。このエピソードが明かされたのは2021年7月に3期生の岩本蓮香さんがショールームで発した言葉でした。岩本さんは、初期の3期生は楽屋で楽しく喋れる雰囲気じゃなくて4期生が最初から楽しく話しているのが羨ましいといったことを語っていました。また2018年1月に乃木坂工事中で行われた頭脳王という学力テスト企画の際にもギクシャクしているような3期生の姿が見て取れたのです。学力テストの中でおバカな回答をいじっていく企画でしたが、まずは事前に行われたテストの順位が発表され、3期生の中では久保さんが1位と発表されました。その瞬間久保さんは満面の笑みで喜びを表現していましたが、なぜか他の3期生メンバーは表情を変えずに久保さんを祝福することはありませんでした。これには MC を務めていたバナナマンの設楽さんも、喜んでもみんなが祝福してくれない、しろよそういう時はと気まずい雰囲気を察したのかいじってくれていました。しかし設楽さんの発言にすら表情を変えることはなかったのです。それでもここ数年は3期生のみで行うライブが何度も行われたりする中で仲を深めていったようで、3期生の絆は時間がかかりましたが深くなっているように感じます。白石麻衣、西野七瀬、続いて紹介するのは乃木坂46を代表するメンバーだった白石麻衣さんと西野七瀬さんの不仲説です。白石さんと西野さんは共に乃木坂の1期生として加入し、白石さんは5枚目のシングルガールズルールで初めてセンターを務め、西野さんは8枚目のシングル気づいたら片思いで初めてセンターを務めるなど、お互いに乃木坂 1,2 を争うメンバーとして活躍していました。しかしこの2人は初期からあまりテレビや私生活での絡みが見られず不仲なのではないかと噂されてしまいます。また乃木坂ってどこか1周年を迎えた際にこれまでを振り返るという企画で、白石さんは西野さんについて、最初の頃は仲良くなりたくて話しかけていたんですけど全然なーちゃんからは来てくれなかったと告白すると、西野さんは近寄りづらいところがあるというように2人の関係性があまり良くないことが明かされていました。そしてこの時西野さんは他のメンバーにしているように白石さんに抱きつくという流れになりましたが、やはり白石さんが怖かったのか抱きつくことができずに号泣してしまったのです。このように初期の頃からあまり仲がいいというイメージがないまま時間が過ぎていった2人ですが、徐々に2人だけの仕事も増えていったことで絡みが増えていったといいます。2018年11月に放送された乃木坂工事中では、同年7月に撮影の空き時間に2人でゲームセンターへ行き、ジンベエザメのぬいぐるみを取ったことを明かしていました。さらに西野さんが卒業する際には先ほど紹介した号泣事件のことを振り返り、改めてハグしたことで2人の不仲説は払拭されました。これだけグループに人数がいればそこまで絡みがない人もいるのはしょうがないことですが、白石さんと西野さんというグループの中で最も目立っていた2人だったからこそ不仲説が出てしまったのかもしれません。白石麻衣、斉藤優里、続いても白石さん絡みの不仲説となっています。西野さんに続き白石さんとの不仲説が浮上していたのが同じく1期生の斉藤優里さんです。この2人は加入当初はとても仲が良く、斉藤さんのブログには2人で遊びに行った時のことや白石さんとの仲良しエピソードがよく書かれていました。その中にはお互いの鼻の穴に指を突っ込み合う遊びや、白石さんのスカートの中に斉藤さんが顔を突っ込むマイホームという謎の遊びをするなど、かなり仲が良くないとできないような遊びをやっていたそうです。スカートの中に顔を入れるのは遊びなんでしょうか、僕と変わってほしいです。しかし仲良しだった2人の関係にひびが入ってしまったのが冠番組
である乃木坂ってどこで起こった事件でした。ある放送で斉藤さんがエピソードトークを話した中で、マイアンが食べてる時に食べ物が口から溢れ落ちたらシャメ取ってといちいち言ってくるのがめんどくさいと普段絡みに対して苦言を呈していました。この斉藤さんの言葉に対して白石さんはかなり怒っている表情で、もう優里には頼みませんというように言い放ったのです。おそらく斉藤さんにとっては白石さんを怒らせる意図はなかったようですが、白石さんにとっては何か引っかかってしまったのでしょう。また2012年1月の斉藤さんのブログでは、白石さんのドライマンゴーを勝手に食べてしまい怒られたという内容が書かれていて、白石さんはこうした自由奔放な斉藤さんの行動に嫌気がさしていたのかもしれません。そして2人はこの事件以降はあまり初期の頃に見せていたような仲の良さは見せなくなってしまい、毎年交換していた誕生日プレゼントの報告もなくなってしまいました。結局2019年6月に斉藤さんが卒業するまで初期のような仲の良さを見ることはできませんでした。この2人の不仲はいくら仲の良い友達でもあまりに自由奔放に振る舞いすぎると仲の良さにひびが入ってしまうということの典型的な例とも言えますね。斉藤飛鳥、星野みなみ。次に紹介するのは斉藤飛鳥さんと星野みなみさんとの不仲説です。この2人は1期生として乃木坂に加入した際、最年少メンバーとして加入し、その後は足見野と呼ばれ2人でセットで出てくる場面が多く見られていました。しかし斉藤さんがあまり人に対して心を開かないタイプだったこともあり、2人が仲良くしている場面はあまり見られず、いつしか不仲説が流れるようになっていました。そんな中2019年11月に乃木坂の旅番組の中でスペイン旅行に2人っきりで行った様子が放送されました。この番組の終盤に2人はホテルでこれまでを振り返るトークを展開します。まずデビュー当初足見野コンビで活動していたことについて、星野さんはセットってなんかアスカについていかなきゃいけない、でも無理なんだけどって感じだったからいいのかなみたいな、前も言ってたじゃん、アスカはミナミをそう思ってくれてたからそこがギクシャクして見えたんだと思う、自分に自信がなかったあの時はと、まだまだ若く余裕のなかった当時のことを振り返ると、斉藤さんも同じ、お互いそうだったんだねというように共感していました。そして斉藤さんは星野さんと一緒にいると気を使わずにいられると語り、不仲説流した人ざまあ見ろだねと憶測で不仲説を語られたことについて話すと、続けて星野さんもざまあ見ろだね、それが本当ならこんなに長い時間2人でいられないからねというように笑顔で不仲説を完全否定していました。これは完全に僕らみたいな人たちへ向けたコメントですね。本当にごめんなさい。やはり幼い頃から一緒にいるだけあって、仲の良さを普段から見せなくても信頼し合っている関係だったということですね。今回は実は不仲だったと噂されている乃木坂メンバーについて紹介しましたが、この動画では乃木坂メンバーが起こした恋愛スキャンダルについて紹介しているので、ぜひ見てみてください。女性と全く縁のない僕に同情してくれる人はチャンネル登録だけでもお願いします。それでは皆さん、さようなら。